皆さんこんにちは。クロノサークル広報大使の VTuber の四つ葉雷です。今日は新作アーケード音楽ゲームクロノサークルについて紹介していきます。クロノサークルは回転するコントローラーが特徴の音楽ゲームで、このコントローラーについている12個のボタンとタッチパネルを使って遊ぶゲームです。有名なポップスやボーカロイド楽曲、そして音楽プレイヤーにおなじみのバラエティ楽曲、さらにはクロノサークルでしか遊べないオリジナル楽曲まで幅広い曲が楽しめます。まずは気になる遊び方をチェックしていきましょう。タッチパネルを使うノーツは4種類あります。ぐるぐる回る時計の針がノーツに重なった時にタッチするとジャストタイミング。タッチの仕方がそれぞれ違って、ポップノーツはそのままタッチ、ホールドノーツは押しっぱなし、ノックノーツはノーツの視点で何度かタッチ、スラッシュノーツは切るイメージで指を滑らせます。ボタンを使うノーツは2種類。チップノーツはノーツの期待値のボタンを押して、ノックノーツはノーツが来てる間押しっぱなしにするイメージです。ボタンは押し込む感じで深めに押すのがコツです。そしてクロノサークルの醍醐味、コントローラーを回すノーツはこの2種類。ドライブノーツはノーツの流れに合わせて回していくノーツです。ボタンは押す必要がないのがポイント。回すだけで大丈夫。スピンノーツは決まった方向に回すノーツです。回す方向で色と矢印が違います。遊び方をチェックしたところで1曲プレイしていきます。実際のプレイ画面を見ることでゲームの雰囲気を確認してみましょう。それではどうぞ。ゲームの基本的な紹介をしてきましたが、このクロノサークル、なんと12月に稼働予定です。ロケテストも開催するので、詳しくは公式サイトを見てください。こちらのチャンネルと公式ツイッターで最新情報をお届けするので、チャンネル登録とツイッターのフォローをお願いします。次回は収録楽曲を紹介していきますので、また見てくださいね。それではまたねー。